女子ゴルフの青木セレイナリシャール、ミル、大里桃子伊藤へ、吉田優リエクソンが9日、都内で行われたスカイ A×JCOM、プレセ NTS 女子プロゴルファートークショーに出演した、それぞれ最強アズマ軍団、黄金世代、プラチナ世代を代表する選手、大里はアマチュア時代から、 仲がいい支部のひな子が帰国すると食事するといい。さっきもツアー選手権利口配時には二人で焼肉に行き、ひそひそと個室で食べていたと明かした。今季の目標を吉田は勝利。大里は優勝。2021年、支部のプロが本格復活を示した三菱電機ゴルフで優勝後、大里プロが喜びのハグをしてくれたのは シブのプロにとっても喜びの極みだったと思います。今後はぜひシブのプロが大里プロを励ます場面を作って欲しいと期待しています。よしの基本は歯並びですね。気持ちいいほど歯が綺麗。トークショーありがとうございました。女子プロゴルファーの大里桃子が自身のインスタグラムを更新し、青木瀬令奈、 吉田優里とのオフショットを披露しました。昨シーズンは国内ツアー38試合に出場し、ツアー勝利こそなかったもののトップ10入りを4回記録するなど、メルセデスランキング34位でフィニッシュ。今シーズンのシードも獲得し、2021年保険の窓口レディース以来となるツアー3勝目の期待がかかる大里は、 1>, 1月10日に更新されたインスタグラムで、スカイ A×JCOM プレセヌ TS 女子プロゴルファートークショーをありがとうございましたと投稿。9日に都内で行われたトークショーの様子をアップし、共に参加した吉田、青木とのゴルフウェア姿のサンショットや、MC を務めたタレント、黒田カントリークラブさんを交えた4人のオフショットなどが公開されています。 このトークショーの模様は2月17日の午後5時から CS スポーツチャンネルスカイ A で放送予定ファンからは参加しました人気者はオフも忙しいですがトークショーお疲れ様です素敵な笑顔ありがとう今年も頑張ってくださいなどの声が寄せられています大里桃子大里桃子 1918年8月10日なせまれ。熊本県出身、渋野ひな子、畑岡奈さら、ツアーを席巻している黄金世代の一人。2018年のプロテストに合格し、同年のキャットレディースで初優勝。プロ入り後23日目での優勝は、ツアー最短記録。伊藤園所属、イ。ゴルフ編集部、青木瀬令奈。 大里と子、吉田優里の三人が千代田区にある日経ホールにて行われた、スカイ A×JCOM プレセーヌ TS 女子プロゴルファートークショーに参加。吉田が青木の世界一と感じる部分について話した。昨年の大東健宅、E ヘアネットレディスでは三人が同組となるなど、それぞれが同じ組でプレーすることが多いということもあって、 トークショーではお互いの印象の話に、吉田はまず大里に対してクールでかっこいいイメージがあったんですけど、ラウンド中にいい意味で感情を出す方だなと、意外とやったとか言ってたりとかとギャップを感じたと告白。私はすぐにスンとしてしまうので、ギャラリー目線でいたら、桃子さんは、すごく楽しい選手だと思いますねとコメントした。そして、 青木の番となると、去年13回くらい回っていて、プレイが速くてすごく回りやすいんですとベタ褒め。プレイのペースも似ているので、セラ・レイナさんと一緒になれたらいいなっていつも思っています。去年成績が良かったのも、セラ・レイナさんと回ることが多かったおかげなのかもしれませんと認まり。さらに、セラ・レイナさんのパー5のセカンドは世界一速いと続ける。 ドライバーを打ったと思ったら、もうスプーンを持っていますからねと吉田が言えば、青木もパーゴでは私の飛距離では、セカンドはモーダー待ってスプーンなんです。だから、早くついてギャラリーさんが追いつく前に打って、他の選手が打つのを邪魔しないように避ける。これが一連の作業ですねと笑った。また、吉田が回りやすいと言ったことに関しては、 私も有利は回りやすいですね。一組ずれてたりすると残念だなって思います。人懐っこいで寿司寝と相思相愛ぶりをアピールした。吉田選手を応援している選手なのであえて言わせてもらえば、青木選手は確かにプレーが早いですが、吉田選手は普通か少し遅いくらいですよ。特にパターは、 ショートパッドでもライン読む時間もかけるし、ボールも置き直す動作も入るし、素振りもするし、ご自身が早いと思っているなら、もう少し客観で見た方がいいかと。今シーズンは、優勝できるよう頑張ってください。応援してます。作、サルジエと最終組で優勝争いをしていた時は、地上波のテレビでしたが、最悪の展開を目の当たりにしましたね。画面越しに、 この優勝争い以外に、二人微妙な空気感が漂っているな、と思いました。確か、二回警告を受けていて、あと一回受ければペナルティという緊急時でしたが、サルジエは、本当にマイペースで見ているこちらがぶち切れそうになりました。プロレベルじゃなくても、ゴルフって一緒に回るメンバーとの相性でスコアが変わります。テンポよく回る人とのラウンドだとや、 ハリスコア伸びる。自分のプレイしか頭になくて、下手なくせにルーティンが遅くて、失敗するとずっとブツブツうるさかったりする人は最悪です。上手い人は大体プレイも早いですね。次に何するか頭に入ってるので、必要クラブ数本持って打ち終わりも早い。ミスしても引きずらないし、切り替えも早い。吉田優利さんや大木セレイナさんは、 感染してても気持ちいいですよね。ギャラリーにも気配りすごいし。ほんとプロの鏡。飛距離を補うウッド系の正確性と小技が青木の武器だ。特にパッティングの上手さは秀逸。伊達にシード常連選手ではない。青木選手も一緒に回りたいんだ。吉田選手は大好きな選手ですが、グリーン上ではとにかく遅い。ネット配信の解説の女子プロの方も、 おっしゃってましたね、遅いと。でも好きなんだよな、あゆうとしちゃん笑い。青木選手のストイックさは好きですね。ラウンド中も洗わないようにしてるとか。あの小遣な体で複数優勝を目指して欲しいですね。今年も、青木選手の優勝が見たい。応援してます。LINE 読むより空気読め BY 岡本彩子ですね。それで勝つ。なんて素晴らしい。吉田は、 パターの時、またいで時間かけすぎで、イライラする。本人は遅いと思っていないんだ。プレーの遅い奴は、プロもアマも同じ。他人が遅いと思っている。女子ゴルフの青木セレイナ、大里桃子、吉田優里が9日、都内で行われたトークショーに出席した。さっき衣装を上げた青木は、今年こそ複数回優勝をしたいと。 自身初のシーズン複数回部位を23年の目標に掲げた。共にさっき勝利なしに終わった大里は優勝してスカットしたい。吉田も勝利を意識していくと抱負。トークショーの模様は2月17日午後5時からスカイエーで放送予定となっている。